こんにちは、穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそ。今日はパリからお届けしています。なんとここ、パリのオルリー空港というね、パリの国内線に、乗って今からですね、ニースに出発するのですが、いよいよ本格的に、南仏の、リトリートが始まるんですけれども、はい、皆さんは日本でいかがお過ごしでしょうか。そしてまた世界あちこちでご覧いただいている方で、もしやですね、今回もですね、パリのセミナーにご参加いただいた方もですね、 YouTube でご覧いただいてて本当ありがとうございます。本当昨日はですね、最高の、夜のですね、セミナーとなりました。ありがとうございます。で、今日はね、まあこうやってパリに来て、こういろんなディズニーの、レア体験、まあ要はね、本当に今、レア体験をして、この海外に来て感じることをね、まず一つはね、本当にみんな日本もそうなっている行くっていうか、そういう真っただ中なかな、なんか真っただ中かなと思うことがありますが、それは、はい、マスクフリーカルチャーですね。もうマスクしている人がほとんどいないんですね。たまに、海外の方がしていたりとか、ちょっと風邪の症状のある方はマスクしていらっしゃるんですけれども、もうマスクフリーの世界がこんなにね、こう心地よいかというか、本当に酸素たっぷりで、気分がいいというかね、もう全然違いますね。だからぜひぜひ、もう日本もね、厚生省が発表していますので、マスクフリーで、こう道に行く人たちが、マスクから解放されていることをすごく帰る頃にはね、祈ってます。残りのこの2週間は南仏に行くんですけれども、今ですね、私自身がこのフランスに来て、この10月ですね、皆さん、私10月の半分はフランス南仏で過ごしますが、やっぱり今伝えたいことっていうのは、イエス・キリストとマグダラナレ・マリアがですね、ずっとメッセージでブログにもたまに、書いてます。よかったらブログもご覧いただいたらいいんですけれども、今来ているメッセージは何よりもですね、自分自身が何につながっていますかっていうところですね。何よりもですね、自分自身は自分とつながるっていうことは大事だと思うんですけれども、それはいろんなところで話してきていますけれども、じゃあ、自分自身が自分とつながって、どのような周波数につながっていれば、もう、どんなことでもですね、外の環境に揺らされることなく、一喜一憂することなく、あなたがあなたのままでいて安心して今ここにいれるというね、環境を作るために、この10月さらにですね、深めていくことってあれば何ですかっていうのを、マグダラのマリアとイエス・キリストから教えてもらっていることがあります。それは、どんな時でもあなたはあなたを完全に信頼し、どんな時でも、あなたの感じたこの直感に従ってみてください。あなたの直感というのは何よりも魂の導きであるということを、今からこの10月というのは実践して、確信を持って、そこには愛のベースが完全にあなたの中にあるということを自覚するような、そのような体験が待っているのです。だからこそ日常の中で、小さなことだけれども、これが私にとって、心地が良くて純粋にイエスだと言えることはどれかで、選ぶということに対してすごく慣れ親しんでください。あなたはどんなことでも、あなたが本当に心からイエスだと思うことを選ぶというね、選ぶことに慣れ親しむ、選んでスッキリしているという、その習慣をつけるということをね、小さなことからやってみてくださいと言われてるんですね。この小さなことっていうのは、もう本当にあなたが日常、習慣にしていることも、例えばですね、あなたが使っている歯ブラシはあなたに本当にイエスなんでしょうか。たまたまこれに慣れているからで選んでませんか。で、一旦ですね、歯ブラシ一つにしてもですね、小さなことを丁寧に自分自身の心からイエスだと思うことを選択するという、この習慣が実は、自分とつながり、自分の感性というものを一歩一歩磨いていく役に立っているんですね。だから当たり前だと思って使っているものから、ちょっとね、身の回りからですね、あなたが最も心地の良いものを選んで、色でも形でも、そして、ね、本当にちょっとしたことだけれども、
こう妥協しているところからなんかすごくね、自由になってくださいという話なんですね。でそれはなぜかというとですね、あなたという存在が自分とつながって自己愛に本当に満ちた日々を送ってみてくださいというメッセージが来ているんですね。これはもう本当にずっと変わりなく自己愛があるところに、あなた自身の心地の良い環境、そして、心地の良い状態をずっと続けることができますよね。だからこの自己愛を含めることは引き続きやり続けることなんですけれども、じゃあ、皆さんすごくね、いろんな YouTube の方は、これをやっちゃいけないとか、ね、危険ですっていうメッセージもね、いろいろ見ている方もいらっしゃると思うんですが、で大切なことはですね、あなたがやっちゃいけないことはあなたの心、魂に、もう一回聞いてみてください。例えば、いろんな占いの中で、四柱推命とか例えば例に出すんですけど、すごく役に立つと思います。なので四柱推命で自分の今の人生の流れを知る、自分を知るという一つのツールとして扱えばいいんですけれども、そこの、この今年はこういう年、例えば天中殺だからとかね、そういった、ことに実際にそこに意識を向けて、だから天中殺の時期は動かない方がいい、何か新しいことをやらない方がいいという、まあ、要はそういう提案がありましたね。そのような提案に対してもですね、実際にあなたは本当にそう感じるか、実は、それは統計から言うとそうかもしれないですけど、あなたはその統計学の中にいる人口に当てはまりますかっていうところのメッセージを自分に大事に聞いてみて、でハートからそれが愛から来るものか、それかあるいはそういう状況で、ほとんどの人がそういう天中殺には嫌なことが起こるからっていう外の人、要は自分以外の人に起きたことを信じて何もしないのか、あるいはいやだけれども全員に起こってないのは事実ですよね。ならば私はそれを超越した、さらに自分のユニークな状態で私が選んだ道を行くっていうね、そういったことをですね、何よりも自分という存在、自分の心、もっといけば自分とつながったら魂が羅針盤になってあなたにイエス、ノーということをね、すごく教えてくれますから、そういったこの、バイオリズムは確かにありますけれども、全てがそう、全員がね、100人いたら100人がそれに当てはまるとは限らないということの、そのあなたならではのね、やっぱり、選択というものが愛から来ることをですね、実践してほしいかなと思うんです。だから今ね、情報に埋没していくような人もたくさんいると思います。もちろんたくさんの情報を大好きで読む、それがワクワクすることならばぜひやり続けてください。でもしあなたが情報を、取りすぎて混乱しているような状態であれば、一旦情報からシャットダウンするのもありかもしれませんよね。特にあなたに、恐れを感じさせる情報からは、一旦ですね、ストップをかけて、自分自身が、こう周波数が上がるというね、気分が良くなる、周波数でいるためにそういうふうに選択をしてください。もちろん私が言ったこともですね、あなたがイエスだと思うことだけ、もし、実際にご自身のために使っていただけたら最高かなと思います。というわけで今日はですね、本当に10月からもですね、本当にやったらいいことを伝えました。そして、情報にまみれて、自分を見失うように、見失わないためにやっていただいたらいいなと思うことを提案しました。今日もですね、この穴口恵子のハッピースピアライフをご視聴いただきありがとうございます。でもしまだですね、このチャンネルに来て登録されてない方がいたら、ぜひご登録をお願いします。で概要欄にはですね、今私がやっている活動なども書いてありますので、さらに深く私とつながっていきたいなと思っている方は概要欄もご覧くださいね。穴口恵子のハッピースピリチュアルライフでした。ありがとうございます。ではニースへ向かって参ります。